Atma no keshin, doku no hana. Tatakae, bokura no Iron King. Mamore, midori no kono daichi. Shock, shock, Iron Shock. Kiri no naka kara Iron King. タイガー、我らが敵、静か源太郎を倒すんだ。知らぬ遺族2000年の野望と、奴にやられた仲間の復讐のため、行け、デビルタイガー、静か源太郎を殺せ。 誰？何言ってんのよ。早く顔洗ってらっしゃい。あ、これ、ゆきちゃん。いやー、朝日の中で見ると、これはまた一段と美しい。ん？ん？ってことは、いつもはとてもじゃないが見られねえってことかい？ふん。そりゃないぜ、源之丞。でもね、俺はね、嘘のつけねえ男でね。どうでもいいけどね、でっかい口開いてないで。 変わらってきてよ。はいはいはい。あ、源之丞、綺麗な水で顔を洗ってうがいをして、ついでに一口飲んでこようや。ん？でもな、めんどくせえな。どうして人間変わらなきゃならねえのかな。ん？じゃあお猿さんにでもなったら。ぴったりだ。伏せろ、健太郎。ああ、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 
Go!
源太郎何すんだよ。バカ野郎、決まってるじゃねえか。危ないわよ今行っちゃ。危ないのは承知の上だ。来るか五郎。それはもう言ってもいいけど。けど？けどとはなんだ。けどとは。けどとはつまりそのなあ、けどだ。わかったよ。ケンタロウ、ちょっと待てよ。源太郎は誘い出したぞ。奴にとどめを刺すのは俺たちの役目だ。行くぞ。おお。月の砂漠を歩かると旅のラクダが金と銀との蔵を置いて二つ並んで行きました。結果でした。おい、お前女に生まれてきた方が良かったんじゃねえのか。そういうねん、親父とおふくろが泣くぜ。その姿といい、臆病なことといい、女の方がぴったりだぜ。いやだけど俺も時々女の方が気楽でいいと思う時があるな。はあ、呆れた野郎だ。だけどさっきのロボットどこ行っちまったのかな。心配するな。明日になればわかるよ。明日？五郎さん。ゆきちゃん。お嬢さんがね、どうぞ泊まってくださいって。どこ行くんだよ。野暮なこと聞くなよ。どうして。夜中に起きて泥棒に行くんだなきゃ、あとはま決まってんじゃねえか。失礼ね。おしっこか。ところでよ、お前いつ頃までやってたんだい。うん、小学校6年の冬休みが最後かな。はあ、しまらねえ野郎だなお前は。お前はいいよもう。シラヌイ族十番目の影。
いた。うわっ、健太郎、そりゃユキちゃんは俺たちとは関係ねえ子だよ。だけど今までずっと一緒に戦ってきたんじゃないかな。健太郎、一緒に探しに行こうよ。見ろ。あんなところが赤くなってる。あれがマジックカラーだ。デビルタイガーがあんなところに潜んでやがるんだ。なるほど。行くぜ、攻撃だ。しまった、デビルタイガーの位置を知られたぞ。だったらこっちから先に。いや、デビルタイガーはできれば我らが野望達成の戦いの日まで大切にしておきたい。だけどあんただ。悪いがあんたを使わせてもらおう。私を？誰か源太郎に近づけ。そしてユキコを助けたければここへ来いと言っておびき寄せるんだ。ダメよ、あいつは私を助けになんか来るような男じゃないわ。やってみなければわからん。誰か行け、急ぐんだ。あ、来るわけがないわ、静か源太郎が。どうしても行くのかよ。当たり前だ、敵はすぐそこにいるんだ。だけどユキちゃんはどこにいるかわかんないんだぜ。どこにいるかわかんないものはほっとけ。バカ、だから助けに行くんじゃないか。しろ、やろう。ユキコを助けたければ十号倉庫へ来るんだな。何、十号倉庫？早く来なければあの女の命は保証しないぞ。聞いたか。ああ、耳はあるよ。健太郎、すぐに行こうぜ。おとりだ。分かったよ、付き合いはもうこれっきりだ。じゃあな。健太郎、お前本気で？ああばよ。源太郎、源太郎、くそ、けだもの、ゴリラ、チンパンジー。ここか。
が。健太郎さん、あなた来てくれたの。ちくしょう、俺はいい友達を持ったぜ。うるせえ。そんな回り道をしたぜ。それどうも。ごめんなさい。立て、デビルタイガThank you.
んね。これからも一緒に行っていい？嬉しかったわ。だってあなたは助けに来てはくれないと思ってたもん。源太郎さん、ねえ、何考えてるの？考えてねえや。後悔してるんだ。後悔？ああ、女一人を助けたために取り返しのつかない損害を出してしまった。だから後悔してるんだ。ただそれだけのことよ。揺られてゆく。